しつこいなーってママ友がいます。数年前に知り合い、最近せこいと感じたんですが、子供服に執着されてます。私が子供服にはお金をかける親で、周りには内緒で公募の子供モデルをやったりしてました。そんな時 A さんと知り合い、うちの娘スカウトされてモデルなんだと言うから、仲間かと喜んで、うちの息子もと言ったら顔色が変わりました。後から A さんの話が嘘と分かりましたが、男の子はモデルなんてダメよ、嫌がってるわよ絶対、男の子なんてすぐ汚すし大きくなるし量販店でいいじゃない、そんな色白ナチュラルカラードレスシャツ嫌がるわよかわいそうとけなしながら、コネがあるのとしつこくされました。編集部とブランドが決めるから、コネなんてないと言っても、可愛くないのにコネだと陰口を叩いてたようです。うちは服買うほど余裕ないから、バカじゃないから服ちょうだい、モデル仲間同士なんだからね、男の子着てるとおかまみたいよ、似合うと思ってるのは親だけ、うちもそれ着て写真撮りたいからと言われ、さすがに距離を置きました。もう2年経ってすっかり忘れてたのに、別なママ通じてメールアドレス変わった、連絡取りたいと来て、あれから服溜まってるだろうし、いい加減ケチケチしないでちょうだい、いろいろ活動したいし、うちの娘そろそろデビューさせたいからお願いねとの伝言来ました。不愉快だからあげないと伝えて、アドレスは教えないでと言いましたが不安です。一度うちもゆっ黒の服を着てると言ったら、ゆっ黒でモデルなんてずるい、やめたらと半笑いで言われたくらいです。自分のついた嘘を本当のことだと思い込んでしまう病気がありますから、その人と距離を置かないと危険ですよ。攻撃のターゲットがモデルをやっているお子さんに向けられてくると思います。この子さえいなければうちの子がモデルだーって、報告者、そんな感じです。まだ交友関係あった頃にうちでカタログ見せたら、この服こんな高いの、この子たちよりうちが可愛い、かっこ怒りで、うちもモデル参加してるのにな、でした。それで服の値段が忘れられないのか、2年前の服をよこせと連絡来るとは思いませんでした。嘘がバレた時の A を詳しくしたいな。報告者、最初に丸、超有名メーカーに出たのーという媒体が、実は女の子に見せた男の子赤ちゃんで、友達がダブルキャスト、赤ちゃんは当てにならないので何人か用意やってたので、あれ丸くんだよね、いたんだ。じゃあ別なバージョンがあったの、女の子いたんだね、に口をつぐんでしまい、出た写真とか見たいなと言ってもなくしたとか、別なママからスカウト詐欺と新聞載って潰れた事務所にいたと聞きました。都内の子持ちならほとんど声かけられてる事務所です。